どうも、こんにちは、キューグです。ですね、あれ、ほら、いないわ。てか、そう、今、マジで普通に夜に撮ってるんですけど、今23時ぐらいですか。僕、一人で撮ってます。はじめまして、キューグです。で、今日なんですけど、僕ね、初めて一人でマイクラ動画撮ってて、ネザライト装備がちょっとマジで欲しすぎてですね、ちょっと今日は、ネザライト装備を一人で抜け駆けして、ちょっと取りに行こうかなって思ってます。で、前回ぐらいですか、大原のネザライト装備をですね、なんと僕ゾンビに着せてしまったということで、一回ネザー行きますか。ゾンビに着せてしまったんですよ、僕は。大原のネザライト装備を。だ、それちょっとマジで申し訳ないですよね。だからちょっと古代の残骸を大原にも渡しつつ、僕のもちょっと取ろうかなというふうに思ってます。で、僕のちょっと一人動画のマイクラをマジでカズさんコラボが前回水曜日とかにやったと思うんですけど、その時に一人でブランチマイニングしてまして、それ以来っていうか、本当に人生で本当に2回目のキヨキヨオンリーマイクラフト動画でございます。だから実際問題、初めて挨拶から一人で撮るっていうのは初めてでございます。なんか俺撮れてるか心配なんだけど、なんかみんなでやってるとさ、ね、帰宅部トリオで撮影してると、その言ったらみんな3人のスケジュール合わせでさ撮るわけよ。だから結構そのファイルとかもさ大事じゃん、言ったらみんなの時間かかってるから。そうだから僕だけだとなんかちょっと緊張感ないよね。違う意味での緊張感がないというか。よし、15マス目来たんでちょっと掘ってみますかね。もうだから僕の雑談動画ですよ。でも雑談しすぎると僕漏れなく古代の残骸見逃す説でしかないからね。いや俺これ絶対無理だ。ちょっと待って、この動画やめようかなと思って今でも僕は思ったんですよ。僕がいきなりネザライト装備してたらちょっと気持ち悪いでしょ、視聴者さん。あれ、キヨキヨお前なんか絶対お前パクったやんみたいな感じにもなるのが嫌だから、カメラ回した方がいいなって思って回してます。やっぱ一人で撮るの初めてだから、やっぱり大原とタイタイの大事さっていうかさ、ありがたみがわかるよね、本当にね。いや大事だと思うんですよ。初めてのお使いに来たみたいになってるから、あ、お母さんたちってすごい苦労してんだなみたいな、そういうのわかるからさ。今回も漏れなく、キヨキヨがですね、もし見逃してた場合、これなんかよくあるのがこの辺結構見逃しがちなんよね俺。あ、待って、来た、金あるところに道あり。ちょっと待って、金あるところはマジで掘った方がいい。俺のジンクスによると金あるところはマジで掘り抜いた方がいいんだよ。マジで古代の残骸があるジンクスが俺の中ではあるんだよ。ないね、ないね、全然なかった。ということで今日はちょっとね、多分この動画大原も見ると思うんですよ。で、大原結構コメント欄とかすごい僕のチャンネル見に来るんだけど、この動画はね、え、マジでってなってると思う、大原の中でも。え、キヨキヨお前一人で動画撮ってんのみたいな。お前成長したなみたいな。あー、ほら、ちょっと待って、ちょっとやめてくれ、やめてくれ。ちょっと方向チェンジしようか、そしたら。じゃあまあ、本当にね、いつもお世話になってるんで、今日はね、タイタイと大原の帰宅部トリオのね、お話をちょっとしていこうかなと思ってます。なぜなら待って。ちょっとプライド捨てて言うけど、俺一人でマイクラ動画めっちゃ撮るの初めてすぎて、どうやって撮ったらいいか分からん。ちょっと危ない危ない。あれ、マグマはね、俺の味方だわ。マグマ、え、ここね、危ないな。ちょっとマジで、この辺マジ危ない。そう、マグマは一人で撮ってても、ね、なんで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 、ちょっとやばい、今日やばい、俺待って、マグマめっちゃ当てるんだけどね。ちょっと OKOK、 ちょっと本当にちょっと注意しよう。マジで俺結構さっきずっと裏くらやってて、ここのダイヤモンドのツルハシに修繕つけて、そうで、あとほら落下耐性の4つけたんですよ、ブーツ。え、これ見つかんなくね、やばい、なんか普通に見つかんない気がしてきた。待って、小平さんが4つ必要でしょ。いやいや、1つで4つか。じゃあ大原にあげるだけにしようかな、自分のいいかな。なんかいきなり急に俺のやばい、本当に今日やばい。さすがになんか8個も1人で見つけられなくねって思ったわ今。あ、金あった、金あるところに本当にね、あるんですよこれ。マジでなんか前回やったらマジで本当にそのジンクスあったんだよね。えか、ん、なんかどっかに当たったな、さっきのところか。え、ここいいのかな、やっちゃって。まあいいか、なんか道、まあ右に松明置いてけば。あー、待って、俺さっき絶対さっき絶対さっきのところやん、ここ。あー、ってことはじゃああんま出ないとか。ああ、金あった、金あるところに道あり。え、ベッド爆弾一回やってみようかな。
やばい、ちょっとこれなさすぎるわ。だから動画のことちょっと忘れていいですか。動画のこと忘れてマジでちょっと掘ります。ちょっとかなりレーンを変えてやってみてました。今僕12時の方向にずっと掘ってたんですけど、おお、あった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 、やった。え、これ待って、意味ないんだっけ。やばやばやば、あれあれ、やばい、びっくりした、消えた。12時の方向にこっち、やばいやばいやばい、めっちゃおるめっちゃおるめっちゃおる。12時の方向に掘ってたんですけど、6時の方向にしてみましたつったら掘ってた。待って、もっとない、もっとない。ちょっとでもこの辺も出ちゃったから逆にもうあれ出なくね。え、待って、もう2つゲットしたんだけど俺。ちょっともうちょい掘り進めますか。待って、ジンクス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 探そう、ジンクス探そう。でもネザークォーツがあった、ネザークォーツあるところに道ありかもしんない、もしかしたら。やべえ、よかった。ごめんなさい、これね、庄司さんね、これ僕の中でこれ裏クラなんですよ動画撮ってるんだけど、ちょっと本当に裏クラしたくなったっていう。でちょっと、びっくりした、見えた。今ツイッターでちょっと質問募集しようかな。はい、今ね、質問募集っていうツイートをしました。動画で使わせてもらいますっていうね、質問来たタイミングでまた質問読んでいこうかなと思ってます。これ、あ、待って、ネザーコーツあるところに道ありだよ、マジで。これマジだよ、これマジだよ、これマジだよ。でもネザーコーツもさ、そんなたくさんあるわけじゃない。ただの都市伝説だな。ちょっと僕そういうジンクスとか運とかをすごい僕気にするんですよ、僕かなり。ちょっと質問ね、ちょっと届いてると思うんで。あ、すげえ、めっちゃ来てる。なんか僕ツイッターで質問募集するとすげえみんなね、質問してくれるんですよね、ありがたいですね。でも質問ばっか見てて、ね、ネザーのあのマグマで、じゃあちょっと見るときだけ目離しますね。キヨキヨさんが生活で柱となっているものは、あー、僕はもうあれですね、運ですね。だからもちろんゲームなんで、うわ、金ブロック来た。そう、僕生活の柱は運をめっちゃ気にすることなんか絶対そんなこと質問してなかったよね、多分ね、この方ね、はい、なんて方、ユッキーさんね、はい、で僕なんで運を気にするかっていうと、僕は運あると思ってるんですよね。根拠論理的には話せないですけどね、もちろん演技とかそういったものをすごい気にしますが、これ誰か掘ってあるな。極論図全部掘り抜いちゃえばいいんじゃねえのっていうね。ルルルさん、便秘ですか。僕便秘ではないですねなんなら僕、ごめんなさい、お食事中の方ちょっと言ったら本当申し訳ないんで話さないようにしようかなと思ったんですけど、でもここまで喋っちゃったら話すんですけど、僕速度速いんすよ、マジで。みんなさ、ウィンドウショッピングとか結構、まあ、僕もね前してたりもしてるんだけど、あと、あ、朝カフェ行こうって思ってカフェ行ってる最中に急に、もうほんと前触れなしに、5秒前まで平気だったのに5秒後死ぬほど焦る、もう冷や汗出るぐらいまで行くんすよ僕。それがかなりきついっすね。だから便秘とは無縁なんだろう。なんかもう速度速すぎる、逆に。あれ結構辛いっす。うっ、あ、あった、あった、あった、やばいやばいって、やばい、待って、何個1個だけだ。これで3つゲットできました今。ゲーム坊主さん、人生が変わった1日はありますか。うわー、それ深いなー、その質問。これだっていう変わった日は僕は特にはないと思います。だからそう考えると逆に僕そういう日はなかったなって思いますね、逆に言うと。ただやっぱ自分の中で考え方とか刺激になった日はたくさんあります。だからな、積み重ねなんだなって思いますね。日々の積み重ねがなんかこう成長していくかもしれないっていう話をしながら、僕は古代の残骸を取りこぼしがマジであるから、マジで。マジ俺取りこぼし警察隊長だからさ、てか取り締まられるから俺は。あえて俺ちょっとこっち掘ってみようかな。やっぱり今まで掘ってた方向と逆の方向がすごい出やすいことに気づいた。やべえ、見つけた時に気持ちよすぎる、これ中毒になるわ。じゃあ次の質問、なぜキヨキヨという名前に。うわー、これ話していいっすか。話すとすごく長くなっちゃうからあんまり僕話さないことなんですけど、僕は清香利政って言うんですよ、本名がね。まあまあそれだから、まあ清清、まあまあ想像つくじゃないですか。ただなんか中学2年生の時ぐらいに、じゃあ10年前ですね、ツイッターが流行りだしたんですよ。なんかクラスのうち5人ぐらいツイッターやってるみたいな状況が起きて、その時にちょっと名前言っちゃうんですけど、トントンっていう人がいたんですよ。でなんかその人は結構自虐する人で、で結構まあ人気者で、その豚みたいな、自分のこと豚みたいな言ってる人なんですよ。だからトントンっていう名前にねされてたんですよね、そのトントン。で僕ツイッターの名前決めるときに、名前可愛らしいのつけちゃうと自分からつけるってなんかダサいじゃないですか。なんか
なんかお前なんか媚び売ってんなみたいな感じに思われるね。だからその時になんかね、トントンからインスピレーション受けてキヨキヨっていう名前、まあなんか媚びてもない感じするし、なんか親しみやすいし、それでしようってやって、確かリアルアカウントの名前をキヨキヨにしたんですよ最初で。 YouTube 始めましたっつって、その時にあ名前何にしようかなってやった時にキヨキヨにしましたね。実は中学生のそのトントンがいなかったらキヨキヨはキヨキヨじゃないで、なんならもっと言うと僕めちゃくちゃ中二病だったから、なんか漆黒の男みたいな、そういう名前にデビルマンみたいな名前にしてたかもしれない、うん、だからトントンに救われましたよ。だからキヨキヨってすごいいい名前だなって思うんですよね。なんかこうヒカキンさんとかってさ、そういうの親しみやすいじゃん、ヒカキンっていう名前で。キヨキヨもなんか親しみやすさあるなみたいな、それだから嬉しい。すげえ質問来てる、マジありがとうございます。名前の由来やっぱり来るんだな、かなり出た。これもね、もうちょっと死ぬほど来るから、ちょっともう死ぬほど僕も答えようかなと思いますけど、あいみょんさんで一番好きな曲は何ですかと。もう僕ね、もうこれ100億回答えてる。これ生放送ミラティブとかね、するんだけど、してるんだけど、その時とかにも死ぬほど答えてます。ラの話、うん、ラの話がね、最高ですね。僕はね、うん、もちろんたくさんみんな好きなことがあっていいと思うんだけど、ラの話一回聞いてみてください。まあ、もちろん君はロックを聴かないとか僕はすごい、てかマジで好き。あの結構僕君はロックを聴かないは、あ、どうぞさんが大好きだ。君はロックを聴かないいつ聴くかっていうと、あの時に聴きます。マンションから出たら道がこうねぐわーってあるんですけど、まあ当たり前かまあ道があるんですけどその道出た時にめっちゃ聴きます。なんかテンション上げるために聴きます。朝とか昼とかに聴きますね、君ロックはね。うわーすごい、なんか俺なんか最近深い質問めっちゃされるんだけど年を取ったら、老後をどんな風に過ごしたいかなと、過ごしたいと思ってますか。僕はもう決まってます。あの老後とか言わない、うん、って決めてます僕はね。いやっていうのはそのドズルさんの名言があって、これマジでそうだなって思うんだけど、まあ老後が心配で貯金するとか老後のために備えるとかも一応あるじゃないですか。あのドズさんがね、老後行ってる人こそ老後楽しんでないみたいなことをおっしゃってて、うわー確かにみたいな、うん、なぜならばやっぱり よくある話ですけど、20歳の時のじゃ100万円と65歳の時の100万円ってやっぱ価値が違うわけですよ。圧倒的に20歳の人の方がそこで100万円を使ったら、例えば得られるインスピレーションとかも違うと思いますし、すげえ真面目なマイクラ俺なんかやばない、俺やばない、俺マジこの動画やばいでしょ。そうだからドズさんそうおっしゃってて、あだから僕はもう経験とかそういうのにどんどんこうお金を使ったり、ね、まあ僕はいろんな経験をしていきたいなと思ってます。はい、今一番欲しいものは何ですか。なんだろう、なんか安心と安全だよねつまんねえ俺マジでつまんない男になってる。待って、全然出ないじゃん、全然出ないやん。ちょっと玄武岩さ今3つ持ってるから、いやちょっと大原用に1個だけゲットしようかな、うん、それで終わりにしよう。ちょっと俺のはいいや、また今度取るわ。受験生なの一言お願いします。それが一発芸。いやいっぱい受験生に一言か。いや僕別に本当に偉そうなこと言えないんですよね。偉そうなこと言えないからあんま言いたくないですけど、まあそのやり遂げた経験っていうのはすごい大事なんじゃないかなと思います。はい、その結果はどうであれね、自分が悔いなくやりきったって言えるっていう体験が僕はすごい素敵なんじゃないかなと。真面目か質問とは違うかもしれませんが、ちょっとちゃんと読もう。キヨキヨさんのこれまでの YouTube 活動でどんなことがあったか知りたいです。始めたばかりの時はこうで、この時期は辛かったけど乗り越えたみたいに、じっくりできたら一本の動画として聞きたいなと思ってます。ぜひご検討お願いします。すごい真面目にありがとうございます。いややっぱり YouTube やってて、やっぱ出会い別れありますし、まあまあ出会いが多いですよね。で別れももちろん多いです。で出会い別れがまあ僕はメインかなと思います。あとはうーんまあ出会い別れが多いんじゃないですか。まあもう出会い、うわあったー、やったや、うわやべやべやべ、2個だけ2個か。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、もうちょい行きたいな。待って、どんぐらい取ったよ時間。あれまだいける。ちょっと待って、松明が底を尽きるまで残り27本行こうかな俺。しゃあ5個ラッキー。
まあ出会いが多かったですね。多かったですねっていうか、まあ出会いが今も多いです。はい。いろんな人と話せて、いろんな人の話を聞けて、いろんな人の考え方とかと比べられたりできたり、あとは尊敬する方とも会えたり、あのメッセージのやり取りできたり、そういうのが僕の中では非常に大きかったかなと思ってます。あとは本当いろんな経験とかもできたなって思いますね、うん、なんか真面目か俺真面目かちょっと一本の動画にはなってないですけど、あいみょんさんファンになったきっかけをめっちゃ怖え？めっちゃ来てるんだけど、マジでえぐい。それで言うとね、僕ちょっとあの特殊でなんだけどいいですか？特殊なんだけどいいですか？あの僕ですね、人を好きになったりとか芸能人の方を好きになったりする時って僕尊敬から入るんですよ。ちょっとこれまあ特殊なのかな、わかんないけど、なんかまあ当たり前ですけど、あいみょんさんとかってもうなんかもう僕に持ってないものをまあ持ちまくりなんですよ。だからなんか心打たれたんですよね。なんかね YouTube に、普通に YouTube の曲をなんかぼーっと聞いてたよね確か。でなんかよくねってなって、でその前は君はロックを聴かないとマリーゴールドと愛を伝えたいだとかは聞いてたんよ。なんか別にあの全然好きとかでもなくて、なんか何、僕がさ、なんかあのよく居酒屋でかかってる曲を聴くみたいぐらいの温度感でマリーゴールドとかちょっとみんな聴いとるから、じゃあ俺も聴こうみたいな感じで聞いてたの。俺なんかね、多分なんか YouTube でなんか生きていたんだよなかなんかの PV かなんか曲聞いた時にやべえってなった。だからきっかけはだから YouTube です。だからまあね、あいみょんさんがデビューしたきっかけ、今の事務所に入るきっかけってのあったのも YouTube ですからね。うん、なんかすごい、なんかいいね、なんかいいね、なんか嬉しいね。俺も YouTube やってるし、なんか嬉しい、それ本当に嬉しい。なんかあのあいみょんさんが、あいみょんさんの当時友達だった人があの YouTube、をやってて、なんか音楽番組みたいな、まあ番組って書いてあってるけど、まあ YouTube のまあ企画をやってたんでね、そこにあいみょんさん出てて、それを当時、まあ今のマネージャーの方かな、今のマネージャーの方がそれを発掘して、ちょっと会いませんかみたいな感じで会ったみたいな感じらしいです。はい。マイクラを始めたきっかけは桑原さん。マイクラを始めたきっかけはドズルさんっすドズルさんが僕ん家に来た時に、キューさんマイクラいいっすよってめっちゃ楽しそうに言ってたよね。めっちゃ楽しそうに、キューキューさんマイクラ楽しいっすよってめっちゃ語ってきたわけよ。で僕当時マイクラは別に知ってたけど、なんかもうみんなやっとるし、なんかその謎のやんない精神あるじゃん、なんかミーハー感というか、俺めっちゃミーハーなんですけども、そもそもね。そうなった時になんか、だからドズルさんですね、ドズルさんが楽しそうにやって喋ってたから、ちょっとやってみようかなみたいな感じで始めました。はい。これマジです。ドズさん多分覚えてないと思うけど、もまあケンタさんすごい質問ですよこれ。物事のはきん決断は何を基準にしていますか。わーすごい、なんか深い質問だな。帰んの俺やだ、帰んの、帰りたくない、帰りたくない、帰るしかないか、帰ります。大原のところに隠しお恵みボックスに入れようかな。物事の決断は、僕はもうでもこれは結構明確かもしれない。僕の人生というか、僕のなんかインスピレーションが得られそうだったらやってみるとか買ってみるとかはしてみます。はい。結構インスピレーションはかなり大事にしてます。インスピレーションって刺激、僕は刺激っていう意味で使ってますけどね。毎日欠かさずやってるルーティン的なところ、まあ朝起きたら BCAA っていうアミノ酸を摂取するとかですかね。あとはまあ朝起きたら絶対コーヒー飲む。それで言うと、朝起きたらまず水を飲みます。水コップ一杯水マジで飲む。なんか気持ちいいから。でその後 BCAA 飲む時もあるし、まあこう基本的にはコーヒー、デロンギのマグフィニカっていうねコーヒーメーカー使ってます。ドズルさんがおすすめしてくれた。ドズルさんおすすめ割合多いな。学校で休み時間全部寝て過ごしていたら、見事に友達ができずにいます。友達ってどうやったらできますか。今ちょっとだけ悩んでます。なるほど。僕もねやっぱ友達がすごい好きなんで、友達いないのは結構辛いですよね。それはすごいわかります。ただね、まあ、無理に作ろうとしなくても、なんか僕の理論ですけど、なんか自分と合う合わない人っているじゃないですか。でそれって感覚的にわかるくないですか。あこの人ちょっと苦手だなとか、あこの人とちょっともっとおしゃべりしたいなみたいなのって絶対あると思うんですよね。で僕それ何があるかっていうと、僕はすごい脳の話とかすごい好きなんで、
話してしまうと、そういう瞬時に判断するものって、その脳の無意識の領域、もう脳ってね、みんなね、なんか使ったように思ってますけど、実は 95% が無意識なんですよ。なんでその無意識領域にもういろんな情報が入ってるんですけど、合う合わないはもう無意識領域が勝手に今までの経験とか蓄積された経験から判断するので、なんかその無理に嫌いな人と付き合う必要はないんですよ。つまりあなたが、あ、この人合わないなと思ったら、それが本当に正しいんですよ。本当に合わないんですよ。だから 無理に作る必要はないよっていうのをお伝えしたいのと、ただ、多分ね、今回の方は寝てて作れないっていう感じなんで、あ、僕それで言うと、自分から話しかけるはマジであると思います。皆さん経験あるかわからないんですけど、カフェの中で、あなたがもし今ね動画見てくださってる方がカフェにいて、もうざわざわしてますと。で、別にざわざわしてるっていうように、言葉にあるように何も話なんて聞こえてこないわけですよ。ただそこでふとね、じゃああなたが佐藤さんっていう名前だったとしましょう。おい佐藤って聞こえたら、どんなにざわざわしてても聞き取れるじゃないですか。それぐらい自分、人間っていうのは自分の名前にめちゃくちゃ興味があって、自分の名前が大好きなんですよ、人間っていうのはね。そうだから、なんかその人の名前を呼ぶとかは僕は大事だと思いますけどね。わかんないですけど、なんかそうコミュニケーション取るときに、だから僕はもうそれがなんか染みついてますね。もうなんか大学1年生ぐらいから、なんかもう人の名前を呼ぶっていうことがもう当たり前に、うん、逆に僕人の名前呼ばないとなんか不安になりますもん。僕なんか、なんか物がなんか言葉が伝わってない感じがするというかね。よし、はい、戻ってきました。はい、ちょっと戻りましょう。戻りましょうタイム。もし YouTuber の仕事以外だったら何の仕事したいですか？うわー、でも僕寝てたい。やばい、俺いきなり意識低くなった。いや、まあでもなんだろうな、どんな仕事したいんだろうな。なんだろう。なんもわかんない。なんか、あ、でも尊敬できる人と仕事したいです。うん、ちょっと答えになってないか。この人かっこいいなって思う人と仕事したいですね。じゃあちょっと大原パイセンに預けに行きましょう。ちょっとせっかくだからなんかちょっとなんか面白いことしたくない？いきなりさ隠してもさ、ちょっとごめん、砂利入れるわ大原、ごめん。じゃあちょっと逆にタレもらえますね。ちょっとなんか逆に面白いことしたくない？なんかで俺がやらかしたところに置くとか。どうしようかな。なんかこのゾンビちゃんの横にタレ置こうかな。俺がねミスってね、この子にね着させちゃったんよね。だからここに、ね、古代の残骸5つ置いて、作業台作って、ちょっと看板作りますね。でもなんか俺嬉しいわ、看板作りますねっつって、なんか瞬時に作れるようになったのがなんかすごい嬉しい。よし、 OK。 はい、こちら僕ね、ネザライトの俺やばいよね、やったことね。はい、やっちゃったんで、ほらすまんなと。これで強く生きてくれ、キヨキヨということで、開けたら古代の残骸5つ入ってますよという感じでございます。ちょっと、ちょっとネザーラックいらないから、ネザーラックもあげよう。あれ、これ結構目立つからいいんじゃない？うん、いいね。よし。ということで、今日なんですけどね、自分の取りに行くつもりがあんまり取れなかったんで、ちょっと大原パイセンにあげました。はい。すいませんでした。またね、このカズサマワールド、普段はね、帰宅部トリオでね、まあ、基本も帰宅部トリオでしか上げてないですけど、ちょっとこういう謎の変化球動画もいいんじゃないかなっていうところで、毎日更新中です。ぜひとも真ん中の中でチャンネル登録お待ちします。そして、周りのですね、カズサワールドパート1から最新回までの動画全部入ってるね、再生リストございますんで、まだ見てない動画ある方、そちらからチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。